はい、こんにちは。はい。グッドモーニング。はい、世界からこんばんは。何言ってんだ。ですね、今回、炭酸水好きな俺の、ソーダ、シュワシュワ動画。はい。始めます。今回は、クラブソーダですね。カナダドライのクラブソーダいただきたいと思います。純水使用、カロリーゼロ。そしてこちら。ジュースやフルーツと合わせても、お酒とミックスしても楽しめるクリアな炭酸水。大人の楽しいひとときを華やかに刺激的に演出します。こちら、残念ながら賞味期限が切れてました。こちら賞味期限、が2013年の3月16日。なので、まあ、今撮ってるのが4月2日なんですけど、切れてますね。で、炭酸が抜けてるのかという、抜けるのかということなんですけど、この通り、全然抜けてませんね。時間が経つとペットボトルは炭酸が抜けるという、まあ、ゲロルシュタイナーには書いてあったんですけどね。特に抜けてる様子はありません。そして、賞味期限が過ぎてるのでまずいのかと。乾杯。まずいということですが、まあ。でも若干酸味がありますね。やはり。この、一般的な炭酸水って、まあでも、美味しいじゃないですか。ウィルキンソンの炭酸水と同じぐらいじゃないかな。そこまで。気にはならない。で、炭酸も非常に強いです。なんかほのかな甘みのようなしょっぱみというのか。なんか、しょっぱい。ような感じはするんですけど。まあ、多分問題ないと思う。カナダドライのクラブソーダ。こちらが原材料名に関して言うと、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム、リン酸 K、だからカリウム、リン酸ナトリウムですね。結構入ってますね、いろいろ。ウィルキンソンとかに、ウィルキンソンの炭酸とかはですね、水、二酸化炭素以上みたいな感じになってますけどね。こちら、結構いろいろ入ってます。で、エネルギーがゼロカロリー。タンパク質と脂質と炭水化物もゼロカロリー。じゃあ、ゼログラム。で、ナトリウムが23ミリグラムとなっております。ウィルキンソンの炭酸はですね、ナトリウムとか入ってたっけな？多分全部ゼロだった気がするんだよな。
多分。ちょっと待って、ね。原材料名、水に魚そう。でしょ？ナトリウムが0です。リンが1未満。リンが 1mg 未満。カリウムも 1mg 未満。ですね。ほぼ0です。すごい。それを考えると、やはり、ウィルキンソンに軍配が上がってしまう。まあ、なぜかというか、まあ、なんでかわからないですけどね。それを考えてみると、ちょっと、味が、あれれーって感じ。やっぱ、ウィルキンソンの方がうまいかなーと感じてしまうんですが、いや、正直言ってそこまで、まずくはないんですね。実際。多分、まあ、炭酸に関しても問題ない。あの、ウィルキンソンに多分引け取らってないですね。賞味期限切れてるのにこれですからね。やはり問題は味。やはり若干酸味がある。まあ、炭酸飲料なんで酸味があるのは、まあ、しょうがないんですけど。それにしてもやっぱり、しょっぱいな。何かしょっぱい。やはり炭酸は問題ない。炭酸は5つ星ぐらいだな。炭酸5つ星の、味はまあ、まあ3つ星ってとこかな。それではご視聴ありがとうございました。